クレーターモラスコ隕石は1914年11月12日にポーランドのポズナンの北 16km のモラスコ村で発見された鉄隕石である。衝突地点には7つのクレーターがある。第一次世界大戦が勃発して間もなく、ドイツ軍が残豪を掘った時 50cm ほどの深さに 77.5kg の金属貝が発見され、 ベルリンで分析された鉄の成分比が92%で、ある隕石であることが確かめられた。その後、近くで隕石が発見され、トータルで3 5 0ラムとなった。1956年に9 2ラムの隕石が発見され、これは現在、ポーランド科学アカデミーの地質学研究所に保存されている。さらに百九十六年にはキログラム。 2012年には約3 0 0キログラムの隕石が発見されている。隕石が落下したのは約5000年前であったと考えられている。小惑星帯から飛来し、毎時1万1 0 0 0キロメートルから1万 8000km の速さで地球の大気圏に突入した天体の大部分は蒸発したが、約200トンが地上近くで爆発したと考えられている。隕石は ファイク度に分類されるオクタヘドライトで、化学成分は92%が鉄、7%がニッケルで、500ppm のゲルマニウム、100ppm のガリウムと午後1時のイリジウムが含まれている。1976年、クレーター周辺の55ヘクタールが自然保護区に指定された。ありがとうございます。